ユンボギの日記は、韓国に住んでいた少年区、李純福が、1963年6月から1964年1月まで、記した日記。1964年に書籍として刊行された。ユンボギが貧しい中、多くの人々に支えられ、たくましく成長していく、姿が描き出されている。日本でも子供向けの翻訳が出版され、広く読まれた。ユンボギの、 愛は、韓国で死因に終わる名前を呼ぶときにつけるもので、通常は、親しい関係や目下の相手にだけ用いる。小学校4年生のユンボギは、母が父との不仲で家を出てしまい、父は病気のため、仕事ができず、妹2人と弟1人の面倒を見ながら、物乞い同然の生活を送っている。ユンボギはいつも母が帰ってきてほしいと願いながら、日記を綴る。 貧しさに苦しみながらも、担任の先生や同級生の同情に感謝し、飛行に走らず、懸命に生きている。ある日、妹のスンナが、貧しさに耐えかねて家出してしまい、ユンボギはさらに孤独を感じ、いつか、母とスンナを探しに行きたいと望む。日本語に訳されて、一般の出版物として刊行された、最初の朝鮮文学である。本書の刊行当時、日本国内で、 韓国人の名前が現地読みで表記されることは珍しく、あまり知られていなかった、牧世紀政権下での大韓民国の実情をも日本に伝えた。元になった日記はハングルで書かれているが、原稿となった日記は当時から一般化していた横書きではなく、縦書きであったそうである。主人公ユンボギはテグ出身であるため、継承北道方言がかなり使われているが、 日本語訳の際には方言を極力排除して、標準語に従った発音と意味で訳されている。イユンボクは、その後、1990年1月に38歳の若さで成去日記以後の生涯や意向は、ユンボギが一手に収められている。本書を日本で最初に発行した太平出版社は、在日朝鮮人が経営する出版社で、北朝鮮用語の本を、 数多く出版している。また本書を出版したのは韓国を貶める意図があったのではないかと推測されている。日本での書役は1965年。当時は割愛された箇所があった。イユンボクの没後、著作権などの問題から日韓双方で出版できない状態となったが、イユンボクの娘が著作権継承者となり、韓国では2004年に再刊され、 日本では2006年に簡訳版が刊行された。韓国では過去3度映画化されている。日本では1965年に大島渚により映画化された。ただし、これは作品の内容をそのまま映画化したのではなく、大島がテレビドキュメンタリーの仕事で放還した際に撮影した写真に本作の朗読を付加した24分の短編作品である。 編集を担当した浦岡慶一は本作について生前編集によって静止画でも映画になりうることを実証することができた。ユンボギが生きて見えたら私の勝ちだと思った。様々なモンタージュ理論を深めていくきっかけとなった作品であるとコメントしている。また、大島は本作のスチル写真をフィルムで撮影して映画にするという手法を2年後の 忍者武芸帳でも使用した。李順福、巨栄賞著1993、ユンボギがいて、青年ユンボギと移行集、塚本伊佐金広試験協約。白帝社。6、ありがとうございます。